ローデンバッハ醸造所、フランダースレッドエールフランダースレッドエールは、ビールのスタイルの一つ。酸味のあるエールであり、大抵の銘柄はベルギーで醸造されている。サワーブラウンとも呼ばれる。17世紀のイギリスのポーターと祖先を共にする、ビールではあるが、フランダースレッドエールは、ポーターとは別に発展していった。このビールはしばしば出が工房以外の有機的。 組織体を使って発酵させる。乳酸に起因する酸味のある特色を作り出すために乳酸菌を使うことが一般的。ビールに酢酸,酸の特色を与えるためにしばしば多く損で1年かそれ以上の期間エイジングする。ユニークな色を与えるために特別な赤い爆画が使われる。ビールに丸みとバランスを与えるために熟成されたビールと赤いビールを 瓶詰め前に混ぜるということがしばしば行われる。液色はシンクから茶色の間で透明。シトラスやサクランボ、プラム、レーズンという果実系方向の混合のほか、バニラやチョコレート系の方向までもを持つ。ビールの酸味は方向の中にも明確に感じることができる。フランダースレッドエールはその方向と同様に強いフルーツのフレーバーを持つ。プラムやプルーン、レーズン、 ブラックチェリーなどのフレーバーが貴重となり、後からオレンジやスパイスのフレーバーを感じる。すべてのフランダースレッドエールは、はっきりとした酸味を持つ。ただし、この特徴については、穏やかな酸味から強い酸味までの幅がある。ホップの苦さはないが、タンニンを持つのが一般的である。また、しばしばワインに似ていると表現される。とはいえ、 それはこのスタイルの持つ独特な赤色の液色に由来するものであるとも考えられている。ウィーラー、G& ロジャープロッツ、ブルーヨーウンブリティッシュ、リアルエールアットホーム、キャンダブックス、1996、ISBN1 から852491388、英語での表現では、サワーワーシディックテイストとされている。ありがとうございます。